モダセンターはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにある屋内競技施設。親会社はアメリカプロスポーツチームの運営などを行っているコムキャストスペクタカー。現在は NBA のポートランドトレイルブレイザーズやプロインドアラクロスリーグ NLL のポートランドランバージャックスの本拠地である。1995年10月12日、州や市などによる公的な資金は 一切使われず、マイクロソフト社の共同創業者、ポール・アレンなどによって建設された。名称の、ローズとは、ポートランドの愛称が、ローズシティであることによる。そして、ガーデンとしたのは、マディソン・スクエア・ガーデンや、ボストン・ガーデンのように有名なアリーナの名称と、反映させるためである。NBA のトレイル・ブレイザーズの試合では2340人を、集客できたが、 後の回収によって19,980人の集客になった。それでもオープン当時は他のどのアリーナよりも最新技術が導入されていた。トレイルブレイザーズにおける落としとなった試合は1995から96シーズンの11月3日のバンクーバーグリズリーズ戦。現在は前日のトレイルブレイザーズ NLL のランバージャックスのほか ジュニアアイスホッケーのチームが本拠地にしている。ローズガーデンの隣にはポートランド市が所有するメモリアルコロシアムがあるが、ブレイザーズはアリーナの完成とともに本拠地を移転させた。かねてからプロアイスホッケーリーグ NHL の新フランチャイズとしてポートランドの名前が挙がっており、ローズガーデンをホームアリーナにするという推測がなされてきたが、実現には至っていない。 これまでにもワンバ、AFL、ウィスルのチームが、ローズガーデンを本拠地にしてきたが、いずれもチームが消滅したり移転している。しばしばコンサートも開催されている。ちなみに、初開催は、デビット・ボーイとナイン・インチ・ネイルズによる共演である。2013年8月、モダ・ヘルスに10年契約の命名権を取得した。ありがとうございます。